六岁。因为一个是我爸爸是乒乓球教练，可能这些有一定的原因，所以最后选择打乒乓球。最初的两个月是直拍，完了就改成横拍，一直到现在。就是上午下午就正常的上学，完了晚上有两个小时的训练，除了正常上学时间以后两个小时的训练时间，就基本功，基本技术，先是颠球，完了对攻，主要是要求反数，要求打多少次，这样反手，这基本功训练。十三岁，你说进省队啊？不是省队，从省队到。十三岁，88年。进省队。进省队是86年。当初因为当时中国大部分都是直板选手，而且我就在最初特别小的时候，横板选手就是像打反胶这种比较喜欢马王哥。因为马王哥当时是他就是有一定的速度，他有一个比较有中国特点这种横板的这种弧圈拉弧圈的选手。在青年队的时候，因为我先从省队进到青年队，主要也是以基础训练为主，完了打一些基础，提高一些这些速度方面的训练。没什么想法，因为当时我跟刘国梁打，因为我们俩是私底下是非常好的朋友，所以当时刚上场之前打比赛之前那个心情都非常复杂，都感觉跟其他人打的是不同的，所以有一些刚上场的时候有一些拘谨，再有时候可能发挥不出来这种感觉，到最后了以后可能我们两个都慢慢的放松一点，这样是都能把技术稍微拼出来一点，但是打完了并没有说特别高兴的感觉，当时。所以在目前乒乓球发展来讲，如果有一面比较明显的漏洞的话，你就处于比较被动的地面，就是被动的局面，所以必须在每一项技术比较平衡的基础上，有一点自己的特点，才能够达到最好的。今最も完成されたシェイクハンド攻撃型のオールラウンドプレイヤーとして注目されているコン・リンホイ選手。プレーの随所に見られる基本技術の高さと多彩な戦術、打球点、コース、回転を自在に操り、隙のない両ハンド攻撃と厳しい台上テクニックを武器に世界の頂点に立ったコン・リンホイ選手。そして中国若手選手の能力を見事に開花させて、世界の卓球界をリードするエリート集団へと育て上げた最新家総監督が強くなるためのヒントを語ってくれた。コン・リンホイ選手の基本打法はある一つの理論から成り立っている。タイミングよく床を蹴り、スムーズな重心移動と腰の回転によって増幅された力を肩から肘へと伝え、さらに前腕と手首のしなりを加えてボールを打球する。スイングを開始してからボールを打球し、そのボールがネットを越えて
相手コートへ入るまでに行われる数々の動作とボールが描く放物線には深い関係があるという考えから生まれた古戦の理論。この理論こそが中国卓球の原点であり、基本打法をはじめ高度な技術を身につけるために中国の選手やコーチは皆古戦の理論を徹底して体に覚えさせる。コン・リンホイ選手のフォアハンドロングのフォームを正面から見ると綺麗な弧を描くようなスイングをしているのがわかる。このスイングを古戦と呼び、古戦を描く方向や高さによって合理的かつ安定したボールを打ち出すことができるのである。コン・リンホイ選手のフォームにもう一度注目してほしい。力強いボールを生み出すために手首を効かせて古戦を描く合理的なフォームである。ボールの打球点やスイングの速さ、さらに古戦を描く高さで球質は様々に変化する。この映像からわかるように、スイングで描く古戦がボールの古戦に大きく関係しているのがわかる。今度はバックハンドに注目してみよう。フォアハンドの時と同様に手首を使って古戦を描いている。コン・リンホイ選手のバックハンドはごく自然に手首を使ってスイングの幅を大きくし、ボールをインパクトしている。基本打法の段階でこの動作を身につけることができていれば、威力のあるバックハンドドライブや弾き出すようなハーフボレーにもつなげることができる。ここでヨーロッパを代表するトッププレイヤーワルドナー選手のバックハンドを見てみよう。肘の動きに注目してほしい。体の外側に肘を張り出し、前後に動かしながらボールをインパクトしているのがわかる。わずかではあるが、インパクトする直前に手首も効かせて打球している。続いてコン・リンホイ選手のバックハンド。ワルドナー選手と同じように肘を張り出し、前後に動かしてボールをインパクトしているが、手首をさらに効かせて古戦を描いている。1990年の半ば頃まで中国チームを率いてきたマ・ウェンガ選手のバックハンドを見てみよう。あまり肘を張り出さないスイングでバック側に来るボールすべてに対して自然に対応できる中国本来のバックハンドである。この映像からわかるように、コン・リンホイ選手はヨーロッパと中国のスタイルをミックスさせたバックハンドを使っている。コン・リンホイ選手はスイングを行うための可動範囲を大きくするために、肘に前後の動きを与え、手首の動きを最大限に活用することによって、いつでも力強いボールが打てるようにしているのである。因为现在乒乓球发展来讲，速度非常重要，所以包括中国选手，包括其他的欧洲选手也都现在越来越注重速度。所以速度，如果你现在力量大是一方面，但是速度快的话，有的选手根本就发不出力来。所以在我个人来讲，我更注重速度。ボールを弾く打法では手首の動きがとても重要になってくる。バックスイングの長さが限られている状態で強いボールを打つために、コン・リンホイ選手は肘と前腕でスイングに加速を与えると同時に手首を最大限に活用して打球している。またインパクトするときに手首の瞬発力が最大限に伝わるようにすることがこの打法のポイントであり、スイングのリズムに合わせて
下半身の重心移動をうまく使うことがさらにパワーを生み出すコツである。而这个基本功呢，这个，无论是他动作的结构啊，这个从抓拍开始，到这个动作的引拍，我们现在讲动作上升了，引拍开始一直到最后的完成击球那一刹那，所有的当然动作是千变万化，有的抬手高，有的抬手低，有的多少度。它都不同，但是最主要的一点就是击球那一刹那要合理，因为它面对的这个击球，对方过来的球都是不同的，啊，有长有短有左有右，啊，有上旋有下旋有侧旋，所以它不同。但是它击球那一刹那，所有的这个动作的结构合理性，主要是击球那一刹那要合理。我自己握拍就是有点偏反手。这样的话我基本上不用换，因为有很多人是正手这样反手另外一个握拍方法，但这样我觉得可以节省一点时间，就是从反手到正手或者正手到反手，这样相对来讲平衡一点，能够速度能够快一点。フォアハンドとバックハンドの切り替えを見てみよう。スイングした後のラケットの動きに注目してほしい。打球した後に無理に体の正面にラケットを持ってくるような動作は全く見られない。フォアハンドもバックハンドもしっかりと弧線を意識したスイングを行っている。フォアとバックの切り替えを行うときに打球した後早くニュートラルに戻すことなく、相手ボールのタイミングに合わせてラケットを戻す途中に切り替えを行っている。つまり打球を終えた時点が次のスイングの始まりとしているのである。横からの映像を見ると分かるように、フォアハンドとバックハンドのスタンスの幅も微調整しながら打球している。体格の割には幅の広いスタンスといえるが、その分大きな動きをしなくても打球できるといったメリットもあるため、ぜひとも参考にしてほしい。今度は今まで紹介した切り替えをランダムにして打球している。コン・リンホイ選手が描くフォアハンドとバックハンドの弧線、ランダムに飛んでくるボールに対してのラケットの切り替えなどに注目して見てほしい。この映像からコン・リンホイ選手の特徴をピックアップしてみよう。まず打球点は頂点または頂点前を捉えてインパクトしている。ニュートラルポジションを取ることなくスムーズに反応しているため、フォアに大きく動いて打球した直後にバックを攻められても余裕を持ってバックハンドが振れるのである。さらにバックハンドで打球した後のラケットの動作に注意してみると、ラケットを振り切ってから戻す間に相手ボールのコースを判断し、フォア、バックどちらにボールが来ても対応できるようにラケットをコントロールしている。同じプレーをもう一度サイドから見てみよう。フォアハンドとバックハンドのスムーズな切り替えや柔軟なフットワークをぜひ参考にしてほしい。基本功训练是吗？最重要的主要是，小的时候步伐应该打好基础。像我现在相对来讲，步伐就小时候没打好基础。再一个就是在像我横板选手来讲，在摆速方面要打好基础。今度はバック、ミドルと
小さく動いて打球するフットワークを行ってもらった。広いスタンスで微調整を行いながら打球しているため、上下動の少ない安定したフォームでフットワークを行っている。包括比如说步伐同样一样，就是说步伐的训练一定要在小时候就要开始练，就是说乒乓球的步伐有很多种，它有大范围的步伐，有小范围的步伐，同样还有微调的步伐，这个讲重心了。所以说步伐如果说你不到位，或者说你步伐这个启动比较慢，就影响了你手上的击球。不要看乒乓球这个球台不大，这个走的范围不是很大，但是它这个中间的变化非常多。板与板之间的击球啊，这个衔接，就是一板一板跟得上的这个衔接要非常快。今度はフォアとバックに大きく動くフットワークである。広いスタンスを十分に生かし、床を蹴る力と蹴った後の着地の時の柔らかさが次の動作をスムーズにする秘訣である。ピッチの速いボールに対して弧線を全く乱すことなく打球しているところからも基本技術の高さがうかがえる。ボールのタイミングに合わせて着地、止まることなく打球しているところに注目してほしい。さらに次のボールのコースや球質を判断しながら対応しているところも非常に参考になる。コン・リンホイ選手の基本技術の高さは実戦の中においても見事に生かされている。そのレベルの高いプレーを試合の映像から学ぼう。但首先最重要的是接发球，因为接发球现在来讲大部分还是从发短球比赛，发短球比较多开始，所以接发球是应该说是在短球里面上最重要的一环。接下来就是你发球人对方摆短，这种球相对来讲出现也比较多，这个球也比较重要。现在一个是在多练习手感方面，因为接发球对手感方面要求非常高。再一个就是平时因为采取多球训练方法，因为全世界很多地方在采取，这个也可以提高一下。コン・リンホイ選手のツッツキは世界のトッププレイヤーの誰もが声を合わせて言うほどに非常に回転がかかっている。ラケットの動きをよく見ると
バウンド直後のボールの高さにラケットを合わせ、バウンド直後を打球するとき、ボールを迎えに行く力もラケットに伝えて回転をかけている。基本打法で紹介した弧線を反対の形で小さく描いているのがわかる。一个是多练习手感方面，因为击发球对手感方面要求非常高。再一个就是平时因为采取多球训练方法，因为全世界有很多地方都在采取，这个也可以提高一下。在短球方面的感觉还有一些能力方面。打球練習を行う場合、出されたボールを全て突っつきで返すのではなく、ボールの球質によってクリックをしたり、ストップを混ぜたりして実戦をイメージして行うことが重要である。进网里面应该说有先要知道这个技术啊，技术就比如说最基本的，比如搓球，搓球里当然说有几种搓球的，有快搓，有慢搓，有搓长，有搓短，一个叫搓球，我们讲一个呢就是说挑球，还有一个就是撇啊，这个半推半搓这种撇，晃的撇和半推半搓，一半挑一半搓的这种技术，练这个技术，当然说一个要根据运动员自身他的整个风格，技术风格，你才能够确定他以哪个为主，练主要练哪些。当然说第二呢，我认为哪个技术你都必须要练好，或者说哪个技术都要练。采用的方式呢，当然说多种的，有通过单球训练，也通过多球训练，当然说和比赛结合起来，这个每次比赛你要进行分析，回来以后进行调整。对，反正有很多方式，但这个方式是比较好一点。続いてレシーブからの展開を紹介しよう。相手の3球目攻撃をカウンターで狙うコンリーホイ選手ならではのテクニックである。このプレーのポイントはレシーブの突っつき。深くて速い切れた突っつきを相手のコートに返し、ループドライブをかけさせ、カウンタードライブで狙うコンリーホイ選手が実戦でよく使うテクニックである。フォアハンドで突っつきレシーブをする場合、ボールに体を近づけ、回り込み技術と同じように足を運び、打球した後懐を作るために後ろに下がり、相手のループドライブに対してボールを引きつけ、バックスイングを大きく取ってスピードドライブで攻撃している。このプレーは相手の3球目攻撃が甘く返ってきたのを逃さず4球目で攻撃をしている。さらに次のボールに対してはバックスイングを大きくして体の回転を強くし、十分に体重を乗せてシュートドライブを打っている。コンリンホイ選手は実戦においてレシーブでも主導権を取るために、バック側に来たボールに対してフォアハンドの突っつきで深く返すことが多い。その理由は体勢を整えてフォアハンド攻撃に結びつけるためである。コンリンホイ選手が
実戦で繰り出す台上テクニックの数々を参考にし、一つでも多く戦術に役立ててほしい。続いてバックハンドテクニックを紹介しよう。まずはバックハンドドライブのフォームに注目してみよう。懐に作った空間を最大限に使ってバックスイングを取り、膝、背筋、肘、前腕、手首を無駄なく使ってドライブをかけている。フォロースルーの後も全く無駄のない動きでフォアハンドドライブを打っているところも参考にしてほしい。次は3球目バックハンドドライブ攻撃。ループドライブとスピードドライブを見事に使い分けているところに注目してほしい。下方向に大きくバックスイングを取り、膝を伸ばすパワーを無駄なく腕に伝え、弧線を高く描くループドライブで3球目攻撃。次のボールに対しては斜め後ろ方向にバックスイングを取り、速い打球点で低い弧線を描いてスピードドライブを打っている。速いラリーの中でも打球点を落とさず連続攻撃できるコンリンフォイ選手の特徴がよく表れている。コンリンフォイ選手が普段よく行っている多球練習を紹介しよう。インパクトする瞬間にラケットをかぶせてボールの頂点を捉えて弾くように打球することがこのプレーのポイントである。多球練習で感覚をつかんできたら3球目攻撃のボールをカウンターで返すようにしてみよう。実戦ではこのようにストレートを狙ったプレーが有効になってくるので、積極的に練習することが大切である。これから紹介するテクニックもコンリンフォイ選手の得意技の一つであるカット性ブロック。相手のドライブボールの勢いを殺して下回転や横回転で返す非常にレベルの高いテクニックである。このテ
クニックのポイントは、ボールを体の近くまで引きつけてバウンドの頂点を捉え、ラケットヘッドを立ててボールの外側を打球し、さらにインパクトした後にラケットを止めることがポイントである。それでは実戦からコンリンホイ選手のバックハンドテクニックを見てみよう。今度はコンリンホイ選手のフォアハンドドライブを紹介する。まずフォアハンドドライブを真横から見てみよう。基本打法のコーナーで紹介した弧線を意識してドライブフォームに注目してほしい。スイングのスタートからラケットをかぶせ弧線を低く描いている。ドライブのフォームも腕全体を使って遠心力を生かしたスイングをしている。このプレーはレシーブドライブからの展開である。フットワーク、フォアとバックのコンビネーションや打球点など基本技術の高さがよく現れている。
このプレーでコン・リンホイ選手はほぼ1回の動きで来るボールに対する適切な打球位置につき、着地と同時に右足に重心をかけ、止まることなく重心移動を行い打球している。そしてスイング完成と同時に左足を蹴り返して重心を右足に移動させながら打球し、着地した反動を利用してボールに対応している。このプレーではドライブにパワーを与えるために打球方向に向かって肩を出し腕を導いているのがわかる。次のボールに対してはスピードドライブを打つためにスイングのスタートからラケットを十分にかぶせ、低い弧線を作り、重心移動の力と上半身の回転力を同時に生かしてスイングを完成させている。今度はコン・リンホイ選手のループドライブを紹介しよう。相手が突っついてきた低くて浅いボールをドライブするときの有効なテクニックとしてループドライブがある。コン・リンホイ選手は試合で回転のかかったループドライブを準備だとしてチャンスを作り、得点に結びつけることが多い。ループドライブは打球点を下げてインパクトする前に十分なバックスイングを取り、ボールをこすりながら高い弧線を描くようにスイングすることが基本である。さらに次のボールに対してはバックスイングをさらに大きく取り、余裕を持って打球している。因为现在乒乓球发展的越来越那个注重于落点啊，包括一些相持球中的速度旋转，但是达到越来越高的水平，就当然是一个是控制落点，再一个就是要争取到发力，谁先发力的话谁就有机会主动，所以说在相持中一个是考虑，首先要考虑落点，再一个就是要考虑发力，如何在对方前面先发力，这样可以自己有进攻的条件。それでは実戦で見せるフォアハンド攻撃を紹介しよう。得点につながるフォアハンドドライブはもちろん、チャンスボールを作り出す準備打にも注目してほしい。
最初はバックハンドショートサービスからの展開を紹介しよう。ショートサービスを出す場合、回転とコースを考えて相手に突っつきレシーブをさせることがポイントである。サービスを出した後、コン・リンフォイ選手は安定した体勢で次の展開に備えている。つまり、よほどのチャンスボールでない限り、回り込んだり体勢を崩してまで打球しない彼独特のプレースタイルである。次はロングサービスからの3球目攻撃。コン・リンホイ選手のロングサービスは低くスピードがあるために相手にレシーブ強打されるケースが少ない。それによって積極的に3球目攻撃をする余裕が生まれるのである。映像から分かるように、コン・リンホイ選手の3球目攻撃はロングサービスを出すことによって長いレシーブが返ってくるため一歩下がっての3球目攻撃になっているが、ボールは体の前でしっかり捉えて打球している。続いてショートサービスからの3球目攻撃。バウンドの低いレシーブボールに対してネットよりも低い打球点でボールを捉えているところに注目してほしい。このプレーではラバーの粘着性を利用してボールを長く持ち、描いた低い弧線に従って相手コートに運んでいくような打法である。台の外側で捉えたボールを台上まで持ち、体の前方で離しているのがわかる。最後にコン・リンホイ選手独特のバックハンドサービスを紹介する。このサービスはインパクトするまでのバックスイングが短いにもかかわらず、インパクトまでのスピードを速くすることによって回転を与えている。さらに同じフォームで球質の違ったサービスを出しているところが
大きな特徴である。攻撃の第1球のボールとしてコース、回転、スピードを考え3球目攻撃に結びつけているコンディンフォイ選手に注目しよう。其实我在两次联赛对我来讲非常重要，一个是在92年我刚进国家队一年以后完了，蔡指导能够派我去瑞典打球，当时因为瑞典是世界冠军的队，他们有最先进的技术、最先进的打法，那会儿我年龄也比较小，这样接受一些新的东西相对来讲快一点，所以那会儿是有5个月打了一个赛季，虽然当时输的比较多，但是。受益匪浅，而且回来以后在第二年的比赛中自己有一个比较大的进步。再一个就是95年打完天津市比赛以后去德国联赛打了一段，打了可能有10几场球吧，这10几场球应该说也非常的能够对我就是能够起到一些很好的一些启发，因为在中国来讲很难有这种比赛的机会，所以每个礼拜都有比赛，相对来讲提高你这个比赛的能力，还有你这个每一周之间那个训练能力也有很大的帮助，因为你上一周打完比赛，这一周一些根据自己上一周打的情况，一些弱点一些优点能够总结一下，在这一周比赛能够如何的运用自己的战术技术，所以说这两次联赛来讲参加欧洲的比赛来讲应该对我的到目前为止这个乒乓球生涯来讲非常重要的两次。今世界の卓球界をリードするエリート集団中国ナショナルチームのエースとして活躍しているコン・リンホイ選手、6歳から卓球を始めて18歳で一躍世界の頂点に立った背景には、自分のプレースタイルを考えた戦術と古戦の理論に裏付けされた基本技術の高さが際立っていた。そして今もなお対戦する相手のスタイルにかかわらず勝利を積み重ねていく姿は、まさに完璧なオールラウンダーと呼ぶにふさわしいといえる。身長173センチ、日本選手の体格に近いコン・リンホイ選手のプレーから学び取れることは多いはずである。我想我个人最大的目标，因为在单打方面来讲我现在只有奥运会没有拿到这个单打冠军，肯定是这个目标应该说对我来讲一直是追求的目标，但是世界比赛每一项来讲包括其他的一些国际重要的比赛对我来讲非常重要，所以会全力以赴的去拼。有信心不一定会赢，但没有信心一定会输。
コン・リンホイ選手が使っているバタフライのラケット、その製造工程の一部をこれからご覧いただきましょう。ラケットを開発するときに最も重要とされる打球感覚、コン・リンホイラケットではコン・リンホイ選手が小さい頃から慣れ親しんだ感覚を生かすためにラケットに使う木の材質とラケットの大きさが決め手になっています。ボールの感覚がダイレクトに伝わってくるグリップの部分は全てのプレイヤーが最もこだわる部分でもあるために、バタフライの熟練スタッフによって一枚一枚手作業によって慎重に取り付けられ、仕上げの工程へと進んでいきます。長い間トッププレイヤーに愛用され続けながら熟成されてきたラケット作りのノウハウがコン・リンホイラケットにも十分活かされています。チャンピオンと同じラケットを一人でも多くのプレイヤーに使って満足してもらうために、表面の仕上げ状態や小さな傷に至るまで厳しい検査が続きます。最後の品質検査に合格したラケットにだけ与えられるコン・リンホイのサインロゴ、バタフライが創業以来守り続けてきたラケット作りへのこだわりと、世界チャンピオンコン・リンホイ選手からの熱いメッセージがたくさん込められた一品といえます。このラケットの特徴はまず軽いということが一番です。でどのくらい軽いかっていうと、だいたい 80g ぐらいなんですが、本人はその軽さ、それから打った時の感覚、打球感ですね、それをすごく大切にします。実際に言葉で表現するのは難しいんですが、打った時の打球感、特に打った時に柔らかい感じがするといったものを彼は好みます。ですからこのラケットも打った時にそれほど手に響かず、柔らかい打球感のラケットということになっています。我想我打的球拍比较适合这种攻守比较平衡的选手，因为我的球拍也不是特别快也不是很慢的那种，就是相对来讲比较平衡，需要有一些速度的那个运动员打比较适合，所以我想希望能够大家能够我来买蝴蝶的球板，希望更多人买带我名字的球板。ラバーもラケットと同様に、本人がなかなか気に入らないというのがありました。それはやはり打球感、特に打った時の柔らかい打球感、
それから強く打った時の弾み、そういったものでなかなか満足するものができませんでしたが、いろいろ工夫することによって、特にシートを柔らかくしてスポンジを硬くすることによって、その打球感が作られたわけです。バタフライ製品の中では最もよくスピンがかかる、それからコントロールがいいラバーです。でこの2本選手の技術に必要なのはやはり切れたツッツキ、それからループドライブ、まあ、そういったものですので、スピンとコントロールが非常に大切なわけです。この2本選手と、長い間、打ち合わせ、それからテストをやった結果、非常に彼にとって満足するラバーになりました。皆さんいかがでしたか。世界を制したコン・リンフィ選手が映像を通じて我々に与えてくれた強くなるためのヒントは計り知れません。ビデオ解説の中に初めて聞く言葉もあったかもしれませんが、卓球技術において一番正しいものは存在しません。ただ自分のスタイルに合ったプレーを考えて身につけることは重要だと思います。少し遠回りになるかもしれませんが、もう一度基本技術を見直して練習に取り組んでいっても良いと私は思います。